お疲れ様です。今日はこちら超高回転ロイジャイやっていきます。さあ、プリンセス環境になりまして、プリンセスタワー環境ですね。はい、ダガーがついに終わったというわけで、結構ね、昔流行ってたデッキが帰ってきました。はい、まあそのうちの一つですね、この高回転ロイジャイ 2,3 年ぐらい前ですかね。はい、だいぶ昔にはなるんですけど、まあほんと世界1位にトップが使うね、デッキだったやつが帰ってきたので、久々にねやっていこうと思います。まあ他にもなんか本当にダガーのせいでなくなってたデッキっていうのはめっちゃあって、高回転のデリバリーロイホグデッキとか、それこそエレジャイとかもあんま見なかったか、ホグムとかウォールブレーカーとか、ディガー削りとか、正直何でも帰ってきましたね。本当にね、プリンセスタワーのだけでバランスの取れたね環境、何でも舞えます。今シーズン、はい、ランバーバルーンとかももしかしたらね、輝けるかもしれない。遅延スキャラデッキとか。その辺もいなかったんでね、本当に。マジで全然ね、環境が変わります。さあ、この辺もね、なんか後ろからロイジャイ出して、正直この1周目は通ればラッキーぐらいで、基本的に施設があるんで通らないんですよね。そう。まあ、けど、次ですね、この後に出すロイジャイに対して相手はね、テスラを出せないんで、そこで削れたらいいなっていう感じですね。で、ここで、はい、無理やり回して、ナイトグレー来ねえかな、どっちか。で、逆一丁。縦の先生ちょっと強えな。いやー、そのウッドもうめえな。でも、施設がないから、確実にね、さあ、ダメージが入っていきますよっていう。これがね、ロイジャイの強み。高回転ロイの強みですね。1周目は入らないけど2周目みたいな。ポイズンとか来るかな。さすがに打てないか。この進化助けなんかうざそうじゃね。ウッドがあるか。なんかワンチャンワチャワチャできん。いけ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 。マジビビらせる。エレスピでエレスピでビビらせて、さあ、でまた結論いいっすね。で、これ削りたいのは左なんですけど、右はこれ、ブラフというか、こっちにコスト咲かして、施設も使わして、本命は左って感じですね。ワンチャン棒ポイまで咲かせられたら嬉しいけど。ライトニング、縦線使ったっすね。で、ここで施設で守ってくるところを、ライトニングかましてって感じっすね。さあ、これがね、本当にテンプレな立ち回りというか、これするだけで逆にロイ止まんないんで、ね、相手が右側をなんか控えめで守ってきたらね、右側に呪文打ったりしてもいいし、あと840とかになったらサイクライトニング削りでもいいしね。なんかこの辺はあとはもうこれで勝てます。高回転ライトニングもね強かったりします。いやー、マジ懐かしすぎんなー、これ。強すぎるか。さあ、ライト打って、GG ですよと。基本的に後ろからロイジャイ出すだけでね、相手が結構守んないといけないんでね。てか、端前単品ロイとかで、すらも強えか。ダガーガールとかだったらね、瞬読しちゃってたけど、プリンセスタワーなんでね。本当にいろんなデッキが帰ってきた気がする。さ、ホグライダーっぽい。名前的にも。これでホグじゃねかったらすげえかんな。てか、ダガーよ。ダガーだとね、ちょっと弱い。端前タルババとかね、プレッシャーもかけれない。ホグじゃねえのか、これ。ちょっと違うホグのパターンもあるか。ナイト LSP、クエイクホグ的な。ドリルじゃないかーい。その名前今すぐ捨てんのかよ。これでドリルなことあんの？これ、シンカロイが本命なんでね。テスラ出されんなら後ろからでよかったわ。いやー。頑張れ。LSP 行ってもよかったか。一発？いやー、これで正直一発入ってくれんのも美味しいね。で、普通だったらこのタルババでね、ちょっかいかけれたりもした。ドリルなんで、ゴースト、使っちゃった。
もっと来たいって思ったが、まあスケからのタルババとかでも守れるの、私何でも守れるの。まあね、このデッキ的になんかね、ラバとか来たらどうすんねんってなりそうですけど、まあテスラじゃねえよ、ハンターが高回転で回るんで、まあほぼ高回転ハンターでなんとかなります。まあ防衛ライトニングも強いですね。ハンター後ろから出して、まあもう一周ね、スケレスピ気合で回すみたいな感じかな。あれライトニングってもいいな、正直。え、美味しい神ライトニングありそう。多分5だと思ってんだろうな、基本的に。やべ、いやー強最近なんかね、ライトニングデッキもそこまで多くはなかったんでね。いやー、てかもうテスラ咲いたんでこれだけで終わるっすよ。マジきつそう。ゴースト？いけ！いや強すぎる。でトリトンも働けるよ。まあ負け筋はなんかこの進化スケが暴れる感じね。背面溶かして、さあドリルはもうゴーストでね、簡単です。で891はさっきもやりましたけど、あ、ライトニング圏内でしたね。え、めっちゃ強いやん。まあ、ゴーストがゴブリンドリルに刺されすぎてるんで、まあ、相性も良さそうで悪いわ。いや、ホグライダーの名前やめんかい。ホグ使いなのかな。まあ、高回転でロイ回すだけっすかね、基本的に。ショテロイジャイまでやっちゃってもいいが、ペッカとか来ても困るか。で、今回このデッキの進化枠はスケとロイか。うん、ロイジャイ進化はね、なんか、ああ、それまずいな。入りそう、2発。オッケー、怖っ。ロイジャイ進化はなんか別に弱くもないし強くもない。まあ強いか。中の上ぐらいだな。が上の下ぐらい。結構強めだと思います。わあ、これ新鋭隊とかいねえのかな、わかんないけど、モリモリデッキだな。マイティいないんでロイジャー行きたいけどな。新鋭隊来たらめんどいよな。ボールブレーカーいたっすね。いや、これロイジャー、あー、まあケツからっすね。これ大事っす。このロイヤルジャイアントか、まあ施設だろうがマイティだろうが何でもいいんですよ。守ってもらえれば2周目ロイヤルジャイアント刺さるんでね。2周目以外見てないんでね。いやー、縦線杖、言っても良さそう。ディガー分のアドガール、うわー、シャレオツボーイ来てんの。シャレオツすぎん？いやでも結構入るよこれ。いやー、 LSD もちょっと熱い。うい、 いや入りすぎな。いや、なんかいい感じになった。で進化、うい、進化オールブレーカーが怖いですね。もう2回か。もう1回普通でその後ね。いや、なんか高回転吹き矢がね、厄介ではあるが、ポイズンなんでね、後ろハンターだるいんだよ。まあこれ結論ですね。施設がある状態で始まりっても突破できないんでね。ちなみに次進化オールブレイカーっす。
やー高回転マイティまずいな。やっぱり許容できろ。いやこれちょっと熱いよ。いや終わったんじゃない。オーケー。いやまあ後ろからロイ出すからこそね施設を突破できるんで、まあ施設持ちには後ろからロイジャイはマストっすね。もう絶対しなきゃいけない、基本的に。まあなんか相手がユニットいっぱいだったらユニットがものすごい溜まっちゃう可能性があるんで、後ろロイジャイしないとかもあるんですけど、まあ別に相手に施設がないユニットデッキだったとしても、まあやり得っすね。マジラバとかが例外なだけで、基本的には後ろロイしとくだけでなんとかなります。わあこういうデッキも懐かしいね。ディガーね、これ無視したらやばいのかな。マジ久々すぎて。うぅメガナイトオールブレイクやね。これやばい、始めメガナイトセンスで守れるか。メガナイト来ねえか。まあ、ザップ使ったからこれトリトンすげえ強いね。いやいいね。いやーいいね。返してコウモリ違うんか。いやメガナイトオールウェイカーね、懐かしいね。いやーこれ2100のエレスピサイト後のコウモリちょっとめんどくさいっすね。まあこれメガナイト来るかな。マスケか。いやこんなデッキも懐かしいな。めっちゃ強くね。一応ザップケアしてふふふ終わりました。相手 LSP まで行っちゃいます。コウモリこんにちは。残るんかい。進化コウモリまずいな。だいぶまあちょっとぐらい、ああま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 あ、いや残っただけいいんじゃない。1300まで削れてるしな。負け筋はメガナイトプリンス組まれてプリンス勝つんぐらいか。まあ正直右しか見てない。ライトニングアート2発ふふこういうとこで削っていこう。守ればいいんだね残りは。いやまあスケーレスピ高回転強すぎんこれこれで止まるえなんか右じゃね、左が落ちてんだけど、なんでなんか守ったカウンターの残りかな。カウンターをしてしたつもりもないんだけど。さあというわけでめちゃんこ防衛も強いですね。真ん中トリトンに寄せてハンターもあるし、スケールSPも高回転でもあるんで、なんかほんと極めてしまえば全てに勝てるデッキの一つだと思いますね。ご飯伝説の復活。そう本当にプリンセスタワーの復活、そういうこと。あだがやそのプリンセスタワーだとね、なんかゴーストを単品で流すだけでもやっぱ強いんで、まあ、あとこのタルババちょっかいね、本当に。ダガーだとね、これが弱すぎてちょっとなえるとこある。これ左ロイジャー行ってキング起動でもよかったな、このボーラー。ミスったな。マジプリンセスタワーじゃないからな、なんか単品ロイジャーももしかしたら弱いかもしれないってなると、嫌だよな。ね、単体ゴーストとかね、ほんとプリンだったらものすごい刺さるんですけど。まあ今回の相手は、エリジャイか？いやーこれプリンだったらもっと入る気がすんだよなーって思いながら。このゴーストでさえもなんか、ヘボク感じしまうダガーだとね。
まあさすがに合わしとくか。まあエレジャいいっすね多分。まあハンター残ってるんでさすがに行くか、行ってから考えるか。大砲止まりはするよね。強えな、こう見ると。まあトルネで金儀か。おー進化助なんだよな。さすがに怖い怖い。うお怖すぎん。エレジェイか。まあ行った方がいいねこれ。行かなきゃね守るの大変なんだろうね。まあ攻めて相手に防衛コストを使わしてちまちまロイジャイ稼ぐかな。相手がねスケノ入ってるさエリジャイなんでね、ちょっと回転が普通は勝つはずなのに意外と追いつかれちゃってんだよね。え待ってミスってるわ、やばすぎるそれ。うちの無能トリトンやっちった。行くしかないよね。いやでかいこれ。トリトンとハンターがまあ高回転であるんで行く感じだけ出してライトニング削りもあり。よしよしよし、でかいでかい。残りライトニング2発ね。ちゃんと行こう。めっちゃ行く顔だけ出してね。あぶねーさあ、ちょっと怖かったがね。相手防衛うまかったな。まあなんかプリンセスターだとな、もっと多分ロイが端前でイケイケできるんでもっと楽に戦えるとは思うんですけど、単品ゴーストも強いんでね。さあプリンセスタワー100倍戦いやすい。お小月よ、小月もねダガーじゃないんでね無視もできないんでね。一応足前プリン、まあ後ろゴーストからの、あー吹き矢もいる感じね。アウトロープリンスかもね。再現ちょっと多い。いや違うわ、ファイスピンもいるわ。まあ、一旦後ろロイジャイですね。はい、まあ、相手今回施設があると思うんで、施設持ちにはね後ろロイジャイしないと突破できませんよと。まあこういうのスケーレスピとかでね守ってもいいが、やりすぎじゃね。マイティコカツの吹き矢のやつか。はいはいはい、いやこれも昔流行ってましたね、懐かしいな。いやこれだけで強いやん。本命は2周目ではあるが、ここロイからのマジマイティ来るんで引っ張って何があるんだ。何があるんか教えてほしいな。いやーもう最強だな、これ許容できんのかな、怖っ。さあ2周目のロイぶっ刺さって1700ね、マジ回転早すぎるかんな。
でも相手がギャングとか持ってんならね、ゴーストとかでねバレルは抑えてタルババを攻めで使ったりもできますね。これいるか、一応出しとくか。さあ困ったら後ろロイジャイ、これするだけです。LSP もある一応。怖っ。え、さすがに、え、やばい、あ、危なっうますぎるだろ。そっか、マイキーだから。そのさ、もぐもぐ大作戦やめてほしいね。びっくりした今。ちなみにハンターってバレル完封できるんだよな多分。今もできんのかな。昔できたけど、ロケットボーイされたらやだな。さあまあ多分ロケがあると思うんだよな。ロケ来たね。いやーでもフフ、ね、落ち着いて結論ね。いやー早くね、さっきロケ打ったやんって話よね。いやこれ実はね、左のゴーストはめっちゃいい位置だな。それ左のゴースト作戦がね結構来てます。いやマジね、まあこれが強いよな。そのダガーだとねゴーストチマチマもできないんで。いやワンチャン負けんのこれ。いやこれマイティいないからさ、どうやって守るんだろう。でタルババもねワンチャン竹取れたらぐらいで。おい、さすがに止まりませんよと。すげえ。いやロイジャイ最強時代帰ってきた説あるけどな。これなんだかんだロイジャイ無双してたと思うんですよね昔。まあ今も別に強いけどな。うん、いやマジ帰ってきたかもねロイ。圧倒的に超強いかもね。いやこれ攻めたるババでさちょっかいかけれんのがいいんだよね。これこれこれ、一応ラバー。ああファイザップとかやめてほしいな。何でもある。やばい、やばい、ゴーストが、やばい、最悪や、ゴーストが、やったわーこれ。インドラの竹取れねえからや。マジやったわこれ。よくない、運命できそうだったのに。リガー余りそう。さすがに終わったかな。いやーワンチャン、え、このさバルーンとかのおかげでワンチャンをつかめる可能性あります正直。うん、いや2447でインドラいない次ババね。いやマジでワンチャンねえかな。いや相手もね攻めがね頭働いてないよな。
じゃあ、2発耐えんのよくない。ババもいるのか。ババマジやばい。マジやばくね。バルーン来る。うっ。やばすぎるよねこれいや諦めない気持ちですやばすぎる。しょっぱな終わってた。モハメドライトは偽物か。プレイでわかるか。いや多分偽物な気がするけどな。ダガーだ。うわぁ。いや、まあ、高回転ハンターですね。てか、ボイドとかだったんでね。ちょっと、ハンターも残りやすかったか。まあ、トリトンちゃっちゃ回すか。ザップ打たれても最悪いいように。さあ、プリンスポイズンアイスピね。まあ、結論しちゃうか。ポイズンなんで、なんか、施設っぽいしな。うわぁ、ババもきついしね。そう、ライトニングなんで、ババもきついし、インドラもきついんでね。まあ、今のは負けても仕方ないかなと思いながらも、しょっぱなヘナチコのプレイをしながらでも、さあ、なんとかなっちゃいますよと。まあ、俺はね、捨てますか。相手のデッキわかんねえわ。ふふ。糸プリコウモリポユットか。おぉ、迫撃。いもんの早くない？単体ゴースト刺さんねえの泣けんな。プリンスリトプリコウモリね、強そうだな。まあこんなデッキもね、少し前だと考えられなかったかな。まあ一応めっちゃ痛いけどな。リトプリもいるんでね。いやーなんだかんだね、後ろロイジャイするしかないっすからね。まあこれが通ろうが通らまいが、ふん、カッチカチやー。プリンスリトプリ、いやーカッチカチやー。まあライトニング打って少しでもちょっと稼ぎたいダメージを。大森もいる。大森まずいな。いやー勝ってーこれ。プリンスリトプリの迫撃砲か。マジカッチカチやね。
ちょっと暑そう。やばくね。いや勝てちゃうんだろうな、なんか知らんけどね。まあこれが後ろロイじゃいね、痛いです。さあというわけで高回転ロイね、まあなんか負けそうな状況でも意外と後ろロイじゃいで形組んで両サイドね、攻めると結構流れ変わるんで、なんかたまたま通ったりもするんでね、ぜひ最後までネバネバでね、はい頑張ってみてください。やってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。おっしゃ